はい、どうもスキルスーパーリメイカーズオンライン対戦やっていきたいと思います。この動画はですね、皆様の応援で成り立っております。ぜひぜひ高評価よろしくお願いします。それではやっていきましょう。ピラニアプラントドーナツ、ピラニアプラントドーナツスタート。まあ身長目に入っていいんちゃうかな。今のちょっとまあロスありすぎやな。まあでもちょっと食われたら嫌やからな。多少ゆっくりめでええで。多少先行されても。OKOKOK。ちょっと一すりなのでいかへんので、このコースっていうのは。思ったより難しいんでね。うん、そう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 。アイテム出ろ。出ない。これいける？いけないじゃん。だって当たってないもん。見た目がさ。なあ、皆さん。見た目当たってないですから、そこだけ認めてください。これ俺の勝ちでいいですか？当たってないやん、だって。どこが当たったか説明せえやん、ほんま。ええ加減に。なあ。当たってないねん。同じことしとる、あいつ。いや、そうやね。もう全員一致だら当たってないから。意見一致してるから、この全員が。マリオプレイヤー全員が、あれ当たってないって言ってるんですよ。そういうことよ、俺が言いたいのは。な？そういうことやで、ほんま。あんな見た目に当たってないのに当たりとかどんなんやねん。マリオも助けてくれってなってたろうな。これとかやばいな。どうしたらいいんやろ。これ貫通とかあったっけ？挟まった！MK3D レースウェイ。MK の 3D レースウェイ。レースですが、まあ生ってことですよね。生レース。まあ車あった方が安全保障の可能性はある。4番手からなんでね、かなり展開は厳しいが、マリオ引き抜き。ルイージ強制送還。これがどう出るかやな。ルイージがもしかしたら裏ゴールから先頭で俺出てくる可能性も、おらー、これはちょっと臭いんでやめとこう。どうだ？よし、展開向きましたね。全員が何かのアクシデントにね、会うっていう、すごい面白いレースやったな。スーパーマリオメーカーオープンレボー。マリオメーカーのオープン、スタート。始まりレベルってことの1の1なんで、ちょっと簡単なのかなと思ったんですけど、思ったより難しいな。思ったより想像を超えてきたな。ねえ。あ、これあれか。水中コースや、これ。見たことあるわ。そうや。みんな突っ込め。これヨッシー出んねん、これヨッシー。ヨッシーがないとクリアできません。でっていうって言われたら終わりやな、これ。ここじゃないな。この次、そう、それ。何やと？うわあ、もう、割るが。あかん。よいしょ。あいつら喧嘩しろ。喧嘩しろ、喧嘩しろ。いけ！よし。飯食っていきたいが。間違えた！いろいろ間違えすぎや。よいしょ。オッケー。いろいろ間違えすぎた。俺としてはめちゃめちゃ嬉しいよね。マリオゴエズか。マリオゴエズスカースタート。マリオゴエズ。なんか登っていこうね姿勢なのかわからへんけど、多分そうだよな。青い手が変えてきた感じを見ると、上に登っていく姿勢だと思うんでね。さあ、子猫ちゃんラグで、さよならとなります。まあでも自分がラグの当人の可能性あるからな。文句言えへん。ラグの当人の可能性ありますから。待て、仕掛け早すぎた。確定数入れるわ。ルイージに対して確定数入れましたね。これで、あれやな、勝率、2分の1は絞られたからね。もう、青い人と俺、どっちかなんで、勝つの。前に入りたいが、さすがに、キノコ頭でプニッとしてきたな。ここで、あいつ、お、踏まへんねや。やつに、生、逃がしさせんな。さあ、掴みに来たけど、これを華麗にかわしていく。華麗にね。危ないかと思ったりしちゃったり。う、持ち上げ圏内入っちゃった。ごめん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 。ほっ。まだだ。食い下がろう。走り込んでいく。ターンか。クイックターンが求められるね。ほっ。滑り込んでいく。どっか抜かす要素来い。この前だと一定やな。一定勝負は嫌だ。
圧かけます。持ち上げ圏内まで追い込みたい。ふっ、やべ、ブリッツされた。わざと賢いやつもおるな。うわ、負けるか。うわ、負けたか。ゴールくんな、進化しとけ。うわ、泣きそう。はい、カット。セーブマッシュルーム、デカマリのマコ。セーブマッシュルーム、あれ取れへんのじゃない？あのキラーが取ってくるから、最初のやつは取れへんわ。最初のやつは取れないですね。だからどっかで取れるってことでしょ。うん、どっかで取れるから、それを探しに行こうねっていうコースだと思うんですよね。なに、うん、なに、取り終わった。させるな、プニプニさせろ、させるな。やられた。いや、俺やられてないわ。さあ、小さくならないかれへんけど、こうしないかれへんしな、どちらにしろ。うわ、最悪、俺で負けちゃう。もう泣きそうになってきたわ、ほんま。スタート。デカマリオ、まあ、ゴール。俺行かれんかった。行けた。お、なんかおるぞ。鍵の取り合いしてんのか。あ、でもデカマリオがないとあかんから、このまま取らなあかんな、これ。で、こうか。で、あいつらデカマリオじゃないか、俺の勝ちじゃん。よいしょー。入られへん。入られへんぞ。押してくれ。入れた。いけ。どこ勝った？オッケー、まぐれ。バトルコース SL4。始まります。マリオです。バトルコース言ってたで。マリオどこ？出ました。一番右でございます。どうだ？すごいレースにありそうだ。ラグってるー。なんかラグ、やっぱな、4人でやるからな、1人ラグいと終わりっていうのはな、辛いよな。ラグい人置いてけたらいいのにな、もうバイバーイって言って、はい、お前ラグいって言ってな、置いてけたらもうそれでええんすけどね、もう。それぐらいやっても別に悪くないよな、そんな。ラグいやつが悪いねんからさ。誰も文句言わんよな、それしても。明らかにラグいやつが悪いねんから、そんな。もう、回線早いやつに合わせようぜ、もう。助けてくださいみたいな、なんでいいやん、もう、そんなんやったら。迷惑かかってるからね、ほら、こんなんとか登られへんねん、ラグで。スタート。スプラトゥーンとかめちゃくちゃ優秀やからね。ラグいやつもう退場やからな。スプラトゥーンのシステム搭載しろ、ほんま。俺ラグちょっとでもラグやったら、はい退場ってなったらいいのにな。優しすぎね、マリオ。なんかもう一番ラグいやつに合わせたら、それゲーム崩壊するやろ。これが僕からの意見です。スプラトゥーンみたいに回線悪い人はもう落としてしまえばええねん。じゃないと迷惑かかるからね。P スイッチラン。スタート。誰か押す。マリオ押さずに唐揚げ。まあ別に P スイッチの方が復活早いからね、このゲーム。マリオの復活より、そう、ルール上そうなんですよね。ルール上マリオの復活よりも P スイッチの復活が早いんで、でこれ途中で多分更新すると思うんで。やべ、ごめんなさーい。てか俺仕事したよな。仕事した。マリオお前ありがとうの一言ぐらい言えよ。俺仕事してんから。スペースレース、スペースレース、宇宙やけど、でも重力はあれやな、そのままやな。重力そのままスペースレースなんでね。4番手からなりましたね。皆さんでワクワクとしたレースですよね。うわ、いたずら好きマリオか。しゃがみジャンプ入れましょう。何するとなったな。つる抜けだな。すり抜け。スペースやねんけどな。あまり、やばい。おお、なんもないんか。クリボーのダイレクトタックルとかも気をつけながら、もうゴールかな。大丈夫でした。お、マリオ、賢い。やりやえ。おー、マリオ賢いな。早めに上に上がったということで。ラロー。ラローです。スタート、先行争いはどうだ。おっと、先行争いも何も、オートスクロールじゃねえか。まあ、でも一応先行しとかないと危ないな。子猫ちゃんの追い込みだ。危ない。下から、あ、あかん。あかん、あかんって。これ、子猫ちゃんのみ、浮かるやつや、これ。あかん。完全にあかんやつか。いや、
まだ俺は食い下がっている。ガキ。ロス、エネモ、クーパー、ブンブン滑った足からゴール。ブンブン滑った足からゴールです。さあ、まあ、条件制限し、アイテムが入りたいよな。ただ、泥棒に捕まった。取れるか。どうして取れた。紙一重のタイミングで取ったな、俺。マリオの逃げですね。更新しよう、フラワー。フラワー更新して、で、あの、3D ワールドのブンブンってちょっと時間かかるんで倒すの。マリオが多少手こずると思うんでね。フラワーいっぱいあるやん。これはやばいな。マリオも行ってもだぞ。マリオ生身で行ってもだ。どこどこどこ。あー、はいはいはい。あ、これどうしよう。行った方がいいよな。もう一個動画あるかもしれんし、上から出る。プンプン。え、これ違うな。ブンブンおった。よし。そうだよな。これ多分、倒した方がいいよ、俺。これ、ダイレクトゴールの可能性あるから、これ。これでもダイレクトゴールの可能性あるんで、上から。ほら、上からやったら奪えない。そう、それが怖いから俺来たかったんですよね。